はいどうもこんにちは、ゆかりです。ポケモン実況前回の続きからやっていきましょい。とりあえず時刻今、朝の5時です。もうね、非常に寒い。というわけでちょっとローソン行ったらね、このスーパーヒートテックがあったんで、これを買ってね、これも首元を温めてやるという、ことにしました。ではやっていきましょう。もう目はでももうパッチリされてるんですけどね、こんな感じで。よっしゃ、これ配信あとね3時間後なんですよ。やばいんですけどね。まあきっちり急ピッチでね。さて今回ですけど、次は牛尾戦なんかな。多分これいますね、牛尾ちゃん。おお、やる気やがったか。まあこいつはね、サメ肌しか持ってないただの変態野郎なんでね、大したことないんですよ正直ね。変態野郎、こいつサメ肌しか持ってんから。このロジットに入り込んでここまで辿り着いた奴は、おめえが初めてだ。さすがだよ、おめえ。けどよ、残念だったな。船の数はバッチリし終わっちまったのだ。お、サメ肌子や。見ろよ、あのドリル。あれがあれや、海底洞窟の雰囲気あるも一発KOだろうぜ。青霧の兄は船の中だ。速攻レッジをぶちのめせば追いつけるかもしれねえぜ。だがよ、その前によ、俺っちとてめえのポケモン勝負に蹴りつけなきゃなんねえよな。はぁ、たぎってきたぜ。ふはぁ、マックスムライたぎってきたぜ。俺っちとおめえとポケモンと入り混じっての果たし合い。さあさあさあ、力突き当てるまでやり合おうぜ。お前サメ肌しか持ってんやろか、どうせ。一匹だけで。サメ肌しか持ってないんですよ。ポケモンボール、いつも2つ持ってんやけど、いつもサメ肌しか持ってないこいつ。なんやねんこいつ。でもこいつもサメ肌も進化させてこいよ。こいつ進化するか知らんけどよ、進化させてから来いよお前。ずっと同じです。レベルは地味に上がっとるやんけ。あともう弱いんやって。おお、ここから見せた。相手開くか、やめて。マジカルリーフ、うわー、マジか。シンクロマジカルリーフ撃破。オッケー、レベルアップ、ウルトラハハ。まあまあまあ無難に上がるね。後ろとの勝負に勝った。おお、さすがに効いたぜ。オッケー、撃破したで、ね、後ろ。はあはあはあ、兄任せたぜ。タイミングよく沈んでいきよるな。どうすんねんこれ。俺っちとおめえの果たし合いの間に、アーギルの兄の準備が整った。俺っちの望みはただ一つ、アーギルの兄がやりたいことをやり尽くす。ただそれだけだ。アーギルの兄は俺っちのすべて。俺っちの命は兄のためにある。そうさな。俺っちをぶち倒したおめえには、兄の望む世界の形を感じさせてやるよ。青霧の兄が向かったのは、水面の先に広がるでっけえ海。その奥底にある海底洞窟だ。そこで兄の望む世界、始まるの世界の始まりを感じられることだろうぜ。しかし普通の人間やポケモンじゃそこにはたどり着けねえ。その方法が何なのか、海沿いの町でも探し回りながら、おめえ自身の頭で考えてみな。ほう、この奥なんかあるんか。これ怪しいな、見てみて。怪しいなこれ。おいおいおい、あれ絶対あるなんか。お、見つけちまった。どっか行った、ワープしました。あ、最初の子かこれ。出たんか。あ、近道ね。おうほう、けけけい。あはー、邪魔邪魔、どいてどいて。行くぜ、行くぜ、行くぜ。俺から始まる、イエーイ、山の戦ゲーム、イエーイ。名人と言ったら、宇宙。近未来、宇宙、エグソシスト。
エクソシスト、どういう意味ですか？俺はまあ分からん、適当に言ってもだ。ちょっと意味の分かる方は次どこ行くんだっけ。なんで見直していいからやから。ん？ほう、これなんでしょうね。行きましょうか。むにゃむにゃ、これあげる。眠るゲットしたぞ。わざわし、俺も眠りたいな今から。ちょっとだけ500時間ぐらい眠りたいっすね。どうやら眠ってるポケモンこんなもの起こしてあげるっていう手法もあるみたいだぞ。ポケモンの笛、おお。あ、カビゴンか、これ、ポケモンの笛って。な、名人。はい。カビゴンのやつやろ。懐かしいな、あの、吠える小僧ろ。ウソッキー、どかした思い出あるわ、あれで。な、名人。ウソッキー。ウソッキーな。懐かしいっすね。あの、ウソつきよ。ほんまに。キリキザンだった、俺、ウソついてた。懐かしいっすね、結構。キリキザンだろ。よっしゃ。ミナモシティの、どっかで話を聞けば、OK らしい。ので、どっかで話を聞きましょう。どこだ？見直してここやろ今。見直してはここ今。今おるところが。今おるところが見直してなんで、まあおそらくこの辺のこの女の子。あたちね、思い出むつめ。はい、帰れ帰れ帰れ。二度と話しかけてくんな。こんな理不尽な話ある？俺が話しかけとって二度と話しかけてくんなって。こんな理不尽な話。あ、何これ。おい、ここ怪しいやんけ。ふふ、怪しいじゃないか。あかん、人おれへんわ。すっからかやわ、このハゲ。ほう。へぇ。赤肌のせいしてもあかんな。ほんまに。客がおらへんの、赤肌のせいと。あれはあの店はあかんわ。一生あかん、あれは。あ、これ四つ子かい。四つ子やないか、これ。もう雰囲気もこっちしかない思うけどな。行きましょうか。ようさん。ちゃうな。多分じゃあ上かな。上になんかあったな、そういえば。なんか。博物館みたいになったな、美術博物館。あ、ありましたね。おそらくこっちでしょうね、もう。ポケデバじゃないから、絶対。こっち、こんなとこでもあるんかな？画商。美術館。じじいどいで。私はこの美術館の館長です。館長してください。あ、うざいうざいうざい。絶対こっちあかんやつやわ、ほんま。あいつ頑固者やわ。頑固者親父やわ、ほんま。どけよ。どこですかーいなーシティー。このおじいちゃんとか？やっぱりー。あ、また昨日くれた。このおじいちゃん何回でも昨日くれる。お？昨日。よ、これ絶対これ、このじいちゃんやろ。なんやねん。違いますね。違いますね。どこなの？これ忘れじじいやろ？忘れじいではないこと確かに。ここ？ここではないな。ルチアのこれあれだから。見直してどこ？これ見直してんの絶対。中けこれ。それか、あ、わかった。見直して。海渡り行くとか、これ下に。なんか怪しいな、こっち行くか。あ、これやろ。わしらが主役者になっても、この海はいつまでも若々しい命の輝きに溢れとる。ふほほほほほほほ。60年前、ここでおじいちゃんがわしにプロデュースしてくれた時から、この海は美しいままですのじゃ。ムフフフフフフフ、死ね。だけっすね。あ、これや、絶対これやろ。あ、なんかあったぞ。あ、あの、吠える子が邪魔しとった場所や。あー、ありましたね、そういえば。あそこに違いないでしょうよ、これ。
そう、アクア団が邪魔しょったんやつ間違いない。3匹使って長秀和しとる間違いない。エントラカムさんが踊ったそうそう、そうですか、久しぶりに聞きましたね。名人エンターで一番誰が好きなの？お、いけるなっとるわ。エンターっすか、ドランクドラゴンとか。ドランクドラゴン、はい。鈴木スカージっす。スカージ前さんのは無理前さんのは無理け、はい。前さんの方、鈴木前さんやろ鈴木前さん。うん、おチャモメデン、こう趣味に浮かんでくれたポケモンたちが遊びに来るのよこれめっちゃええわ。でもこれ今後ちょっと一生つけていきたいと思います。もうずっと実況中ね。ぬくいですか。ビキニのお姉さん渚、おお渚お姉様、ラブカス、ラプラスちゃうんかよこいつ何やこいつ、なんじゃこいつ何こいつ何こいつ、こっから見たらハートやなハートの形しとんな新種のポケモン、何こいつ、アメノハルカスみたいな、アベノハルカスみたいな感じやな、ラブカスって名前が。もう明らかに水やろこんな雰囲気、水しかないやろ。はい、オッケー、もう見た目通り、ありがとうございました。じゃあな。おお、名人レベル59。あーね、あー負けちゃった。ビキニのお姉さんいいねなあ名人。はい、知り合いたいな。知り合いたい。深い、も、お、これ潜れ行くことやん、ここ。じゃあ潜り方教えてくれるやつのとこ行かなあかんってことやん。なあ。潜るって言う方はダイビングです。うん。自分で泳がずにポケモンに乗っている。なんて、羨ましいんだ。なんて日だ。一目に。あれ、バイキングですね、うん。バイキング、ハイキングだな。あ、それ、ハイキング、ウォーキングか、メイン。バイキング、ハイキング。バイキング。なんやこいつ。トド？トドるか？トド来たぞ。トドグラ！かわいい顔しとんな、トドグラ。まあもう雰囲気もマジカルリーフに弱いやろ。こんなんマジカルリーフ。ここがまっすぐ。強いですね。強いな、ウルトラ母は。おぉ！あ、出た。覚えましたー。雷の行き場いらんな。これ打撃、こいつ特攻型やんな。確か威力65、弱い。雷は威力、え、命中 70？ マジか、そんな命中低い。弾ける炎か、弾ける、イエーイ、炎でイエーイ。うわ、迷うとこやな、これどうしような。名人電光ジェットかいらんかな。いる、これ元が速いもんな。でもスピードはそこそこあります。まあ、いらんか、これ電光石か。まあ、通信対戦使えるけどポケモンリーグとかで電光石が使うことないやろ。まあ、はい、こんな遅い、あの威力低いわだな、ほんま。これガッシュブル出てきたやな、これ。こんなやつ、こんなやつガッシュブルおったやろ昔。あ、ダメだ、めっちゃクロールしたそうやったなこれクロールごじゃしたやろ多分これ。もう今にでもクロールしたんやろな。もう泳ぎたくて仕方ない。で、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 泳ぐのに飽きたところだし、私ホテル行こうよ。もう行くか、名人。ホテル。はい、からお姉さん、アキエちゃん。またか。ホエルコ。おなじみホエルコですよ。ファーン。マジカロリーフ。効果は抜群だ。マリルリ、これ水とフェアリーやったイメージがあるけど、まあ水でマリルリいけるでしょ。この見た目明らかに草に弱い、見えてるんです僕には。おっと、まあ忘れていました、20分測るの忘れていました。どうしましょう、今何時、枚数15、気色ある、気づらくしようかった15
髪の毛ぴょん跳ねながらね、ほんまにこんなやつなんて思いもしなかったわ。いいねいいねいいね。おい絶対これ滝登り教えてくれんちゃう。あ、取れちゃったのこれ。ねえ知ってるん、君知ってるん、知ってるんだよね。ねえ知ってるん、君知ってるん。知らない。じゃあ教えてあげてやるん。波乗りでサミハダと泳ぐと超速くて超気持ちいいんだよ。だけその情報何。おいおい水泳部キャプテンあるぞ。セレッツ我々水泳部一同は言うて水泳部員一人一人だけですか。こいつすごそうやな。もう家の中で海パン履いてキャップかぶってゴーグルしようかな。こんなやつ世の中おらへん思うで。俺はダイビングトレジャーハンター。深い海に潜っては海底に眠るお宝を集める。すげえ野郎なのさ。君お宝持ってないのか。赤いかけらとかいろんなかけら見せたら交換してくれよな。教えてくれんちゃうんか、ダイビングのコツよ。欲しいもの、赤いかけら、あげるもの、炎の石。欲しいもの、お、石くれるこいつ。お、こいつ石くれるんな。こいつと交換せなあかんのすか。石ゲットしよう思ったら。こいつ知らなかった。情報知れた。初めて知りました。ん？これ誰？新種ですかね。お、大きな真珠。この辺なんか、ん？え、これどこ？特産して俺え、来たこれ、ある？これこんなおったっけ昔。ねごろごろ、これ初めてかこれもしかして。お、初めてや。特産のジムのジムで、フー様とラン様は大変不思議な力をお持ちです。そう、それはまるでエスパータイプのポケモンのように超常的な力。何ここまでのことがあればジムを立てになるのが良いかもしれませんよ。ここに行けと言われているような気がしますね。ジムリーダージャムおじさん来たぞ。次ジャムおじさん戦。フーとランってことは2体、2匹いますね。2匹ってこと2人いますね。おそらく双子、フーちゃんとランちゃん。うん、まあまあおそらくそれが予測されますが、まあエスパータイプ弱点分かってます。エスパータイプといえば弱点は名人どうぞ。エスパー、ちょっと待ってくださいよ。エスパーはエスパーの弱点といえばですね、てアクとかですか。正解。ほんますか。エスパーといえば虫と毒と悪に弱い。ご存知でしたか。そんなあるんですか。僕は知ってます、全てを知ってます。虫と毒と悪、何かあれば僕に来てください。ポケモンマスターですから知らないことはないんです。ただそのエスパータイプに対してエスパーをぶつけるというね、まさにエスパー伊藤の構えですよ。こんなエスパーと過去にいましたか。ほんまに。とりあえず話しよっかこのおっちゃん。ほう、なんていうの、あのコンビション最高、さすがって感じよ。おう強いんか。はい、というわけでとりあえず今回は誰だの牛尾、牛尾戦、やって、まあ次青ギルの野望を止めるべくね、多分ダイビングが必要なんで、まあ、このフーとランっていうジムリーダーを次倒して、おそらくまあダイビングアイテム、というか技マシン、海に潜るという技マシンがあると思うんでね、それをゲットしたいと思います。はい、というわけでとりあえず今回はこれで一旦終わろうかなと思います。じゃあ終わります。ありがとうございました。